はい、ワンピースが大好きな神木です。ワンピースってね、面白いんですけど、その面白さの一つに伏線っていうのはありますよね。伏線の見事な回収とかが最高に面白くて、もう最近とかはもう僕ら疑ってかかるじゃないですか。なんか怪しげなものが書かれたら絶対これ繋がるぞっていうので見てる人も多いと思うんですけど、で結局僕らが思ってたよりも想像を超える面白い伏線回収を書いてくださるっていうですね、すごい漫画でもあると思うんです。でも中にはですね、僕らが考えてたよりも規模がめちゃくちゃしょぼい伏線ってあるんですよ。あったと思うんですよ。しょぼいっていうのは想像よりも面白さがしょぼいとかじゃなくて、規模がねちっちゃかったっていうのがいくつかありますので、それを5つ発表していきたいと思います。これ書かれて、まあ、一コマ描かれてね、これもしかしてラフテルとか D とか関係あるんじゃないとかね思ってたら全然なんてことなかったっていうやつですね。もうちょっと5つは喋っていきたいと思います。よろしくお願いします。まず1個目ですね。これドレスローザ編ですね。ガンビアが初登場した時ですね。海賊団バルトクラブ、バルトロメオがいるですね、バルトクラブの参謀ですよ。で最初に出てきた宣教師ガンビアなんですけども、なんか最初に出てきた時なんか怪しかったじゃないですか。で宣教師ガンビアなんですよね。その宣教師っていう宗教色の強い通り名みたいなのはですね、今までないですよね、ワンピースの世界で。宣教師って何ぞやっていうことで、すごいその時僕もいろいろ考えたんですよ。なんか武器もねヌンチャクだし、なんかねタトゥーもね変わってるし、今までに出てきたキャラクターとねなんか似た部分があるんじゃないかとか思っていろいろ見返してね考えたりしてたわけなんですよ。でもこれがね82巻ですかね、 SBS で明かされたんですけど、その宣教師ガンビアの宣教師っていう異名はルフィ先輩教ですよね。ルフィが大好きな海賊団なんで、ルフィ先輩教を広めるっていう、そういう意味合いでの宣教師なんですよね。宣教師ガンビアの宣教師はルフィ先輩教というね、ルフィの素晴らしさを伝えるための活動をしていきますっていう意味での宣教師ガンビアなんですよね。ズコーってなりませんでした皆さん。なんか宗教っぽいからなんかね物々しいっていうか、まがまがしい何かがあるんじゃないかと思ったら、なんてことなかったっていうね。ルフィ先輩教っていうね、ちょっとお笑い要素を書くためにわざとあえて書かれたっていう通り名だったんですね。面白かったですけどね、そっちかいと思いましたすごく。で今のが一つ目で、次二つ目ですね。これも王道なんですけど、ここですね、81巻から2巻にかけてか、造編ですね。造編でブルックとかね、サンジとか安否がよくわかんないっていうか、今何してんだろうって思った時に、ワンダがですねユティアラのこう死体がねあっち側にあるみたいなことを言ってるわけなんですよ。で死んだんじゃないっていう、まあ死ぬことはないだろうと思ってたけど、死にかけてる誰かがいるんじゃないかっていうことで、ものすごく思いを巡らせたんですよね。で特にね単行本派の人っていうのはさらにそうだと思います。81巻の終わりぐらいでそれが描かれて、82巻で種明かしがされたんで、3ヶ月4ヶ月待たれたと思うんですけど、その死体っていうのがブルックのことを言ってただけなんですよね。死体男爵イコールブルックっていう、まあね今までもブルックっていうのは死んだやつがなんで動くんだみたいなね描写とかもあったんで、まあ、よくよく考えればわかるんですけど、その当時はね結構物々しく書かれてたんで、死体がねあるっていうんで、すごいなんか考えすぎちゃってたなっていう部分だったんですけど、結局ブルックだったっていうね、ただそんだけだったっていうやつですね。皆さんもねいろいろ考えを巡らせてたと思うんですよ。そしたらねもうしょぼっていうかね、なんか規模が勝手に大きなことを考えちゃってたわっていう感じだったと思いますけど、まあ今の2つ目ですね、死体男爵がブルックだったことですね。3つ目はですね、もうこれはですね、このしょぼ伏線の王道中の王道だと思います。トビオライダーズとか出てきた、まあデュバルですよね、鉄仮面のデュバル。最初顔っていうかその仮面で出てきた時はですね50巻の最後なんですけど、その時はなまってもいないし強そうなキャラクターなんですよ。で誰のことをね誰を探してるんだって思わせる描写がずっとあるわけなんですよね。そしたら結局ね3時でその理由が自分があの顔だからっていう一点なんですよね。これめちゃくちゃ皆さん想像いろいろ巡らせませんでした？今までねゾロにね因縁があるやつとか、ルフィに因縁があるやつとか、もちろんサンジもですけど、ウソップとかね因縁があるやつとかをずっとみんな考えてたわけなんですよ。誰だろう誰だろう、誰が再登場するんだろうみたいな感じで考えてたら、あのねずっこけ具合が一番すごかったですね。ギャップ、もう一体伏線回収ではあるんですよね。サンジのキャップをしたままのカメラで撮っちゃったサンジの手配書が繋がっていくっていう、まあ伏線回収ではあるんですけど、なんか麦わらの一味のね誰かをめちゃくちゃ憎くて探し回ってたのにあれだったのかよっていう、しょぼって思いませんでした？面白かったんですけどね、そっちってすごい思いましたよね。そんな感じってすごく思ったと思います。まあこれがですね、まあしょぼ伏線の代表的なやつですよね。まあたまにねこういう逆の裏切りですよね、想像を超えるっていうか、想像と全然別とこう
ょぼい面白いやつを書かれるんで、余計僕たちはこう手のひらで転がされて、まあ、それが僕たち好きなんですけど、まあ、伏線がねどこにどう巧妙に描かれてるのかっていうのが分からなくなってるっていう感じでもありますね。面白いですよね。で次はですね、もう考えすぎてたっていうわけではないんですけど、本当に遊び心ですね。もう有名なやつですけど、ドレスローザ編ですよね。ドレスローザ編で熊の T シャツを着た子を探してるお母さんがいたんですよね。鳥かごがこうどんどん狭まっていく状況で泣いてるお母さんがいるわけなんですよね。みんなバラバラに散ってるんで、うちの子見ませんでしたか、熊の T シャツを着てますって言ってるんだけど、後々それがですね分かるんですよね。お母さんがまた端っこで出てきて男の子を抱いてる写真があるんですけど、そこにはですね熊の服を確かに着てるんですけど、動物の熊じゃなくてバーソロミュークマなんですよね。そっちかいと思いましたよね。で SBS でもそっちかいって書かれてましたね。僕もですねこれ SBS 出してたんですよ。で僕もそっちかいって書いてました。なんでもうファンのね多くはもうそっちかいって読んでる時に思ったと思います。面白かったな。でもあれ熊の T シャツでバーソロミュークマ着ます？まあ、ワンピースの世界ではね、七武海っていうのはもう英雄みたいな感じなんで、そういうグッズ化されてるのかもしれないですよね。他の七武海たちもみんな一回 T シャツとかになってるのかもしれませんけど、いや熊の T シャツは熊でしょって思いますよね。バーソロミュー熊とは思わないですよね。あれね、まあ面白かったですね。なんかああいう本当にまあ小田さんが楽しんでる仕掛けってありますよね。例えばあの文福くんとかね、和の国の文福くんは本当に誰も気づかなくて、自分でも小田さん自身が気づいてほしくても SBS で書いてましたけど、あれは自分のね金玉を座布団代わりにしてその上に座ってるんだっていうね、自分の金玉の上に座ってあんなニコニコしてるんだよっていうので、小田さんもねあれ笑いながら書いたっておっしゃってたんですけど、楽しみながらすごい書かれてるなっていうのをすごく熊の服のですね本には感じましたね。それは4つ目でした。で5つ目ですね。これね前小焼きチャンネルさんで話したんかな。もう皆さんが当時の読者めちゃくちゃ思いを巡らせてたアイスバーグさんのとこですね。ウォーターセブン、誰がアイスバーグさんを殺そうとしてたかっていう場面の時ですね。あそこたくさんキャラクター出てくるんで分かんなかったんですよね当時。であえて怪しいキャラクターっていうのをたくさん小田さんは書かれてるわけなんですよ。で僕ですねそこの中の船大工の一人で名前もないキャラクターなんですけど、新聞の写真にも写ってるやつなんですよ。アイスバーグさん襲撃っていう号外の中にもちょろっと写ってるし、よくよく見るとガレラカンパニー本社の見張り番みたいな一人にいるやつがいるんですよ。髪の長いね黒いキャラクターで、僕はその当時ですね絶対こいつがスパイだと思ってたんです。スパイっていうか暗殺を目論んでるやつだっていうことで、もうその当時ジャンプをですね本当に何十周もその頃からしてたんですけど、これ他の人気づいてないけど絶対こいつだぜって思ってたんですよ僕。もう誰も名前もないようなキャラクターだけど、実はこいつがね重要なキャラクターなんだぜみたいな感じで北斗絵見ながら読んでたら、それは自分でしか騙されてないですよね。全然そいつ何も関係なくて、もう後々も出てこないんですよ。だから小田さんもあえて怪しく書いたか分かんないぐらい勝手にこっちが思いすぎてたっていうあいつですねが、まあ、今回の最後にちょっと話したかったんで盛り込みました。皆さんの中でもねいろいろあると思います。なんかねこの描写怪しいな、これワンピースの鍵につながる描写だぜとか思ってたら、そっちかいっていうねいい意味でずっこけたっていう面白かった伏線候補があると思いますので、ぜひ書いていってください。今回もね、まあ、共感とか一つでもしてくださったら、ぜひチャンネル登録とね高評価の方よろしくお願いします。このチャンネルではですねワンピースのまあ面白い発見とか、今日もちょっと細かかったんですけど、そういう細かい発見とかねいろんなインタビュー本がありますので、そこから引っ張ってきて、小田さんはねこんなことを考えてるからこんなことは書きますよとか、こんなことはもう言われてるけど書きませんっていうのをどんどん話していきますので、ぜひ今後ともよろしくお願いします。寒くなってきますけどね体には気をつけてください。お風呂は長めに。じゃあね。